はい、国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す、うん、ということで、令和元年の8月の7日今ね NHK 大阪、まあ、NHK の職員が逃げていったんですけども、それに対してちょっと明日 NHK の方に、まあ、それとまた違って明日 NHK に行くのでちょっと NHK の会長に向けて電話してみたいと思います。NHK でございます。もしもし。はい。あ、すいません。あの参議院議員の立花隆と言いますが、はい、はい、お世話になります。お世話になります。会長の上田様いらっしゃいますでしょうか。少しお待ちいただけますか。はい。どのようなご用件でしょうか。ちょっと国会議員としてあの会長様にご挨拶にお伺いしたかったんですが、あと、まあ、あの事務所の放送受信契約の締結も合わせて、はい、あのやりたいと思って お邪魔させていただきたいと思ってるんですが、かしこまりました、はい、少しお待ちくださいませ、はいはい、確認しております。もう少しお待ちくださいませ。はいはい。まあ、NHK の会長室に電話しても出ないので、今代表を経由して NHK の会長にご挨拶のアポを取っておりますので、明日日には NHK の方に国会議員の事務所につけた放送、テレビに関する放送受信契約書を出しに行こうということであります。 NHK が逃げまくってるだけなんですよね。こちらは堂々としてるだけですからね。 NHK さんは国民の代表である国会議員の話をしっかりと聞くべきだと思います。上田良一さんだと思いますね、今会長の名前はね。ずっとホルヨンです。ちょっとホルヨン入れると YouTube でなんかあの著作権引っかかるんで、ちょっと止めてます。まあ今相当 NHK の会長秘書が揉めてますね、これ。普通ね、秘書がすぐに対応するべきでしょう。
交換で止めるようなことじゃないと思いますよ。どうしたらいいんだろうって今対応してなかったでしょうね。考えてなかったですよね、これね。すごいね、俺のスマホのこれ通話料かかるんだけどね、めっちゃ待たせるねこれ。かけ放題してないのよ日頃電話は。ギャラ系でかけてるから、スマホはネットメインなんで、でも音声がいいんでこっちでかけてるんですけど、 NHK さん電話代かかるんですけど、ちょっと今日はコンタクトを忘れてメガネです。しかし逃げまくってるね。もしもし。大変申し訳ございません、はい、お待たせしておりますが、もう少しお待ちいただけますでしょうか。はいはい。大変待たせすぎでしょう。もう7分半ですよ。まだ待たせるんでしょうねこれね。国会議員って710人いるんですけど、公党の代表っていうのは9人しかいないんですよ。自民党総裁の安倍さん、そして公明党の代表の山口那津夫さん、そして立憲民主党の枝野さん、国民民主党の玉木さん、で共産党の C さん、社民党の今吉田さんですかね、で、令和新選組の山本太郎さんで、 NHK から国民の私立花隆、もう一つが日本維新の会の片山虎之助さんか松井一郎さん、この9人しかいないんですよ。いわゆる公党の9人のうちの1人が、丸山穂高議員も入っていただいたので、今国会議員2人より、いる公党の代表が挨拶に来たいとこう言ってるわけですよ。でもちろん NHK との契約もしなきゃいけないので、契約もしたいということを伝えているわけですね。これね、普通折り返すでしょ、こんなに待たすんだったら。いかに NHK が焦ってるかですよ。こんな10分も普通国会議員からの電話待たさないでしょ。上田会長が今直接判断してるというよりも秘書室の人たちが今判断してるんだと思いますよ。会長秘書の会長秘書って4人ぐらいいると思いますね。
さっき直接ね、まあ、先ほど直接会長室に電話したんですけど、まあ、電話出ないですよ、なるけども。で、まあ、僕の多分電話番号バレてると思うんでわざと出なかったんでしょうけど、もう電話無視しても仕方ないじゃん、これ。これがいいね、皆さん YouTube のパワーですよ、 YouTube の力。これまではね、こういうことを NHK が報道しない、で民放に NHK が圧力をかけるっていうことで皆さん国民に知らせることができなかったんですよ。で、まあ、YouTube がねこうやってあるので私の活動を皆さんに知っていただくと、で、ね、都合があるって逃げてるのは NHK 側ということですよ。スクランブル放送なんて法律で禁止されてないんですからね、やるかどうかは NHK の会長の判断でできるんですよ。まあ、NHK がスクランブル放送したいって言ったら国会議員の、多数決で決めればいいんでしょ、本来は。でも NHK がやりたくないって言うから、で国会議員がそれに忖度してスクランブル放送しないっていう、まあ、しないっていうか、するしない、どっちも判断してない。でこれ明日ね、僕 NHK に行って契約書を出します。で受信料払わない、みんなに払わせろと。スクランブル放送するか全員と裁判すれば、今 20% 払ってない人がいるんだから、払ってない人の分はしっかりと NHK の責任で回収してこいと。こちらは1310円のうち、250円ぐらいかな、安くした、まあ、1030いくらへは払いますと。残りの他の払ってない人の分までは払えませんという交渉を明日 NHK に行ってしてこようと思いますが、まあ、そもそもその窓口を教えてくれと言ったわけですね、交渉する窓口を。すごいね。国会議員の電話はただいま11分30秒保留音のまま待たせてますよ。非常識でしょ。普通こんなに待たせるんだったら折り返しご連絡いたします、電話番号教えてくださいでしょ。てか相当焦ってると思いません？こう普通秘書が出たらいいんでしょ。多分秘書が会長にこれ聞いてるのかな。会いたい、いや嫌ですって NHK も言えばいいんでしょ。でも嫌ですって言えないんでしょ、これ。どうするかみたいな。だって話し合いしようって言ってるんだから。 NHK の予算っていうのは国会で審議される。それを理由は国民が選んだ国会議員は国民の代表だから、だから僕は国民の代表者としてNHK の会長さんにご挨拶に伺いしたい、今後のことについてお話しましょう、意見交換しましょうっていうアポイントの電話を秘書を使わずに国会議員の私自らが、コートの代表の私がかけてるわけですよ。これ何度も言いますが、一国会議員じゃないんですよ。9つしかない公党の代表としてかけてるんですよ。13分05秒。はい、あ、大変お待たせして申し訳ございません、はい、もう少しお待ちいただいてよろしいでしょうか。かけ直してもらうってできないんですか。少しお待ちいただけますか。いや、ごめんなさい、かけ直してもらうことはできないんですか。もし交換内でかけ直しなど受けておりませんので、いや、番号を伝えますから、あ、申し訳ございません、ちょっと返事をもらうように言ってもらえませんかね。少しお待ちいただけますか。いや、少しってもう14分待ってるんです。あと何分待ちゃいいですか。はい。
NHK では14分待たせることを少しお待ちくださいなんですよね。しかも変えないわけでしょこれ、別にその書き直してくれればいいわけでしょ、別に書き直さないって方法もあるわけじゃないですか。いや何を逃げてるのって話だよ NHK は。もう逃げる人って大体悪いことしてる人なんでしょこれ。でこれまでの国会議員何してたのっていうことでしょこれ。あとねパソコンのこのデジカメのメモリーが3分しかないのよね。困ったな。1回切ってちょっとメモリーに内蔵メモリーに変えます。